長沼町へバス農協前停留所にて、長沼町へバスとは、北海道夕張郡長沼町が運行する、バス路線である。また本校では、長沼町が、中央南一丁目に設置する、長沼ふれあいターミナルについても説明する。路線の大部分は、長沼町内に含まれているが、隣接する栗山町への乗り入れ路線も存在する。 スクールバス的に運行される路線、北海道中央バスの廃止代替路線、国鉄バス、JR、北海道バスの廃止代替路線が存在する。突起ない限り、2012年4月1日改正時点の、ものである。栗山駅バス停2013年10月以下の路線は、デマンドバスとして運行されており、一定の範囲内であれば、事前予約をすることによって、 乗客の乗車、降車希望地までバスが経由する。また予約がない場合は運休する。運行経路については、基本となる経路を示す。長中心部の長沼町中央南1丁目にある、長沼ふれあいターミナルには、待合室、発見窓口や会議室が設置されており、長沼町 A バス各路線と北海道中央バス、長岩線が乗り入れる。施設は、 北海道中央バスが長沼営業所として設置したもので、後に長沼ターミナルとなり、1991年7月12日に廃止され、長沼町へ無症状とした。広島市街停留所は1996年 XX 月 XX 日に北広島市役所に解消。JR 北海道バスの広島市街停留所とは位置が異なる。 JR、北海道バス長沼線と、夕張鉄道札幌急行線は、ターミナル前を通るもののターミナルには乗り入れない。広報長沼ナンバー6802011年10月3日、閲覧超営バス時刻表、デマンドバス2011年10月3日閲覧、広報長沼ナンバー6772011年10月3日、閲覧超営バス時刻表、 デマンドバス2011年10月3日閲覧。長沼町長チャンスタンプ会。会員企業を紹介。長沼町商工会。2015年11月8日閲覧。ありがとうございます。